来週日曜日深夜0時放送、お楽しみに。自らの運命を受け入れますか。私が当初考えていたのはアニメーションで作品を作ろうということでした。しかしその発想はすぐやめることになりました。なぜかというと、ちょうどその頃私は日本の屏風をテーマにした仕事に9ヶ月にわたって取り組んでいたわけです。同じような屏風でないにしても、何か日本的なものをアニメーションで作るということを繰り返したくない、むしろ何かもっと個人的な物語を創作したいと考えて方向転換したというわけです。ちょっと軽いものとものすごく重いもの、それらがうまくバランスを取りながら進んでいくような物語、こういうものが面白いのではないかと考えたわけです。外国人が外国人として感じたことを素直に生かして、何か一つライトなものと大人のヘビーさのようなものが混ざり合うような、そんな発想がありました。この作品の中にはさまざまな日本文化の要素が混ざり合っています。そこには対立するものさえ含まれます。こうした全ての要素が混然一体となって絡み合っているのです。特に広島のドラマは大変深刻なファクターですが、そうしたありとあらゆるものを含めて最終的には人間を描きたかったわけです。もちろんいろいろなものから影響を受けています。特にこの作品を作るにあたってはたくさんの本や資料に目を通しています。とりわけ広島に関しては当時の記録や関連書籍の類を手当たり次第読み漁りましたね。それ以外のこと、例えば個別の日本文化に関して言えば、屏風であるとか浮世絵であるとか絵巻物などから多大な影響を受けています。しかしだからといってこうしたものをただ単純に引き写してコピーするようなことは望んでいませんから、あくまでインスピレーションというか啓発されたということですね。私は外国人の目で日本を見ているわけですから、ある程度の距離を保ちながら、これは絶対的な距離ということもできますが、そのような目線で眺めているわけです。もちろん他にも数多くのアーティストから影響を受けています。例えばヒッチコック、ダリ、黒沢、正木、小林、今村などがそうですね。このようにさまざまなところから多くの影響を受けているわけですが、それを自分なりに一歩引いてまとめ上げる段階で、最終的にはどこか西洋的なものになっていると思います。おそらくフランスだけではなく、ヨーロッパ全体でも全く同じことが言えるだろうと思いますね。というのは、結局表現方法の一つとして監督が合成というか特殊効果を選ぶか選ばないかという問題になってしまうからです。ただし私の場合はこの方法だけでやっているわけですから、他に選択の余地はないわけです。例えば書道家が筆を選ぶのと同じ感覚で、私自身のメディア、つまり表現手段の道具として単純に選んでいるという話に過ぎません。おそらくこうした手法の映画作品に関しては、日本よりもフランスの方がより作りやすい環境であるのかもしれません。作品ということで言えば、このような作り方をすればある程度の人数、極論すれば監督がたった一人で完成させることも可能です。もちろん映画作品よりもテレビコマーシャルや番組のオープニングタイトルのようなものの方がより一層一人で作りやすいことは確かです。これらを実際に仕上げるのに必要な作業時間は短ければ1週間ほどで済んでしまいます。ところが
映画作品ということになれば数ヶ月間、時にはそれ以上の期間かかりきりにならなければいけない。そういう点で大きな違いがあります。こうした制作に携わる時間の差そのものが、ひょっとすると表現方法やあるいは作品それ自体の根源的な違いとなって反映されてくるのかもしれません。私は合成や特殊効果を一つの新しい表現様式として捉えています。通常の映像作品の中で合成や特殊効果は消し去られるような形で利用されています。使ったことがわからない、つまりバレないようにするわけです。私が追求したいと思っているのはその逆で、全く新しい様式としてこれらを前面に打ち出したグラフィカルな表現手段として昇華させることなのです。デジタルシネマ、大規模なスタジオ撮影やスーパーコンピューターを駆使した劇場用映画が注目されている一方、デジタルシネマが向かうもう一つの方向として、ビデオで撮影した映像をパソコンで編集し、デジタルデバイスを使ったプロジェクターで上映するといった小規模なシステムも注目されています。そのようなシステムを使って作品を作り続